はい、これトレイル運転チャレンジということでね、浦安へやってきました。ウェイバーの 58S。 これであんまり僕はそんないい思いをしたことがないんで、ちょっとね、なんとか本当トレイル運転チェックしていこうかなと思います。タックルはそのまま、チリングのやつをリーダーを14ポンドで上げてやっていこうと思います。よろしくお願いします。濁りがね、だいぶ江戸川放射と同じで入ってますね。いい感じだと思います。はい、やっていきます。よっしゃ、来た。よし、引き離せ。パワーで引き離せ。感じです。よし、チームだ。いい感じ。よし、よし、食ってきて。やっと釣れたよ、今日。大苦戦ですよ。やっと釣れた。ウェイバー 70S 釣れるってことが実証されました。40ぐらいのキビレ、あ、キビレじゃない、クロダイさんでした。ありがとう、センキューね、食ってくれて。はい、ちょっとね、キヌに噛まれてみたいと思います。はい、ちょっと怖いけど、皆さんもどういう感じになるか、ちょっと、怖い怖い、はい、いけ。結構強いじゃん。結構強いよ、ガチで。いけ。いやいやいや、これちょっとね、早坂さんがやってて、試したんですけど、これマジでやめた方がいいです。痛いです。小指でグローブしててもめっちゃ痛かった。ちょっとね、本当にやめた方がいいですよ。早坂さんはちょっと強い修行をしてるからかわかんないですけど、この40センチぐらいのチヌでさえも痛かったです。まあ、骨が砕けるとまではいかないけど、結構怪我するレベルで痛かったです。なので皆さんもちょっとね、ふざけてバス持ちとかしない方がいいと思います。本当に早坂さんの動画はちょっと信じない方がいいと思います。痛かったです。やばかった。結構ね、強かったです。はい、気をつけてください。皆さん真似しないでください。注意喚起ということで、はい、失礼いたします。いやー、疲れた。今日は丸一日、昼から夕方までやっとこの1匹ですよ。本当にね、この前に2匹ぐらいかけたんですけど、バレちゃったんですけど、同じくチリングでですね、ウェイバー58の方で、やっぱ70の方がボトムガツガツいけるのか、当たりが結構出ました、58より。今日は、はい、皆さんも指突っ込まないように気をつけてください。ありがとうね、本当、お前食ってくれて助かった。おい、おいしい、痛いってた。皆さんも指噛まれないように気をつけてください。興味本位で突っ込まない方がいいと思います。結構痛いです。失礼いたします。ちょっと血は出てないですけど、はい、ちょっと跡がついた。痛かった。失礼します。はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日はね、気分を変えて江戸川放水路の方に来てみました。動画でね、するのは初めてなんですけど、まあ、ちょいちょいチェックには来てます。はい、こうやってね、結構ベイトがボラーとして10センチ弱、5センチから10センチぐらいになんかこう、もしくは20、30センチのボラがこうぴょんぴょんと跳ねている状態です。ただそれをライズしているような感じとか、ボン食べてるような感じが見られないのはかなり残念。こういうワンドみたいなところにもあえてピチピチといるんですけど、いわゆるその魚が追われているような感じは全くないんですよね。垂直はこんな感じで
旧江戸川と似てます。笹濁りですね。バッチニングで来てるので、本当はもし濁ってくれてるとありがたいんですが、あんまりね、その気張って立ち込むっていうんじゃなくて、ちょっと足元、チャプチャプっと膝まで、ちょっと長めのニーブーツで来て、やってみようかなと思ってます。で、今11時21分。で、明け潮が来てくる段階だと思うんで、上げに乗って海の支障が入ってくると同時に木びれとかが入ってこないかなという感じでやっていこうと思います。タックルは昨日と一緒でシルバーウルフのエアーの 83MBS にシルバーウルフ SVTW です。 P9 が 0.85 リーダーが、これは12ポンドだったかな。はい。で 18g のウェイトつけて飛ばしていきます。よろしくお願いします。フルキャストでね、なるべく沖の流針を狙っていく感じです。立ち込まなくてもなんとかなるでしょうかっていうね、ここのなんかのね、出るところに乗れば。あと来るときに思ったんですけど、エイホールがめちゃくちゃ多いですね。キワキワまで結構あるから、エイは結構あの杭のギリギリのあたりまでエイホールいっぱいあるんですよ。ほら、あ、でもあれ人が掘ってる、ホンビラスかなんか掘ってる跡なのかもしれないですけど、でもEホールもね、確実にありました。怖い感じですね。まあ僕は基本的に見える位置まで立ち込むとしても入んないんですけど、風ないんですよね。ちょっと空調服できてよかったって感じです。もう少ししたらつけようかなと思いますね。橋を渡ってくるときに29度気温がありました。アングラーさんは僕の上流側に1名、サズビシの方が投げ竿で何かしらを狙っている状態ですね。うわ、なんだ、うわ、あ、やばいやばい、あれ、ワシっていうか、あの、なんだ、モズみたいなやつが鳩を狙ってる。やばいやばい、あいつやられる。逃げ切ったか。あー、すげえ。あー、追われてる。そんなことする場合じゃない、釣りに集中しないと。鳩より一回り大きいぐらいでしたけどね。確率なる猛禽類、トンビではない感じでしたね。ちょっと幼鳥っぽかったですけどね。まだ完璧に大人じゃないのかなって感じもしますが、これはね、なんかちょっとトップウォーター投げたくなりますので、ね、こんだけ稲子がピチピチいてボフとなってなくても。キビレもね、上、チヌも上を食うんでしょうから、もちろんね、チヌトップっていう言葉があるぐらいだから、こんだけ上にベイトがいると上に投げたくなりますね。どっち側の、ね、岸に入ろうか非常に迷ったんですけども、まあ、Google マップとかを見て、そのなんとなく深いところ、浅いところ、あとエントリーしやすなところとかっていうのを自分なりに探してきてみたんですけど、まあ思ったより根掛かりは今のところなさそうなんで、ちょっとずつこう扇状に範囲を広げて探っていこうかと思います。真ん中シャフまで飛んでると思います、この時点で。ほぼだからね、私どこでもリュックで行っちゃうおじさんなんで、ちょっとここに荷物置いてますけど、今ね、あそこに船が来たんですが、あの船が来た時に、ここの今の僕が乗ってるところに波がどうなるかっていうのはちょっと心配ですね。リュックかぶんなきゃいいんですけどね。もっと下流側の方には多分人がいらっしゃるんですけど、あれは人じゃないのかな、大きい杭なのかな、橋の方なんですけどね。すごいな、ここいっぱい。やばい、水温測ってなかった。そこに水温が今測ってあるんですよ。なんかね、小学校の題材に非常に良さそうな護岸ですね、岸ですね。本当にいろんな生物がいて、うわー、水温高い。29度、このシャローで。失礼しました。29度ありました。あれも多分シジミか何なんですかね、ホンビノス取る量なんですかね。あの船も、ボンボンとかってどっかでね、定期的に
き声でしてくれたら即座にフリーグからトップウォーターなりなんかあそれなりのリグに変えようと思うんですけど、たまに来るとかなり値上がりが激しくなります。はい、そんな感じでちょっと新しいポイントにちょっとね挑戦してますけども、なんとかね、一匹出せないかなというつもりで頑張ります。天気は曇りなんでいい感じなんですけどね。ただ水温が高い、29度。はい、では一旦失礼いたします。この後も動画立てるように頑張ります。失礼いたします。なんかね、小魚いますね。なんだろうこれ、見えるかな、これうなぎの子供なんですかね。違うよね、映ってるかな、あれこれ5センチぐらいの子供ですね。あとはまあハゼももう6、7センチ、8センチぐらいになってますね。はい、ちょっとね少し粘ってみたんですけども、バイトがまあちょっとマゴチっぽい感じのバイト2回ぐらいと、どっちかわかんないのが一発ぐらいかなって感じでしたね。はい、そう甘くはなかったです。また出直してきます。はい、暑いです。失礼します。残念。